あの興奮が再び、MLB 機構は23日、日本時間24日、2026年3月に行われる第6回 WBC の開催地を発表した。1次ラウンドは4組に分けられ、プール A はプエルトリコの大都市サンファンプール B ではテキサス州ヒューストンにあるアストロズの本拠地ミニッツメイドパークが初めて試合会場に選ばれた。 そしてプール C は6大会連続で東京ドームに決定。プール D はマーリンズの本拠地、フロリダ州マイアミのローンデポパークとなった。準々決勝では A と B の勝者がヒューストン、C と D の勝者がマイアミで対戦し、準決勝と決勝はいずれもマイアミで開催される。昨年3月に行われた前回大会にはドジャース・大谷、当時エンゼルスも日本代表として出場。 マイアミで行われた米国代表との決勝戦では9回から登板し、同僚だったトラウトから空振り三振を奪って侍ジャパンを世界一に導いた。